十一番天下城収まりましたスタートしましたコースタート五番エリカ・ベネチア切りました 外から8番アリエスキングそれから10番クラビコード内から1番のガウラスパーク4頭の先行争い間から6番のポルポラジールもこの争いに加わって6番のポルポラジールが主張する内から1番のガウラスパークも出てくる5番のエリカ・ベネチア前3頭ですそこから2馬身離れてまた3頭3番アセデラシオン外を通って8番アリエスキングその外に10番のクラビコード1コーナーから2コーナーのカーブに入っていきます 先行争い先手を奪ったのは1番のガウラスパーク、1番枠から行きました、リード、体半分、6番ポルポラジールが2番手、第2コーナーからバックストレッチ、残り 1200m、1馬身半離れて3番手、3頭、3番アセデラシオンを中に、内を通って5番、エリカ・ベネチア、外、8番、アリエス・キング、差がありません、2馬身差、10番のクラビコードがその後ろ。 さらに2馬身離れました残り 1000m 中段から後ろにかけては2番ラッキー・マリリン、外9番ストレングス差がなくあと1馬身差、4番アスク・ナサニエル、今日は後方から3投目7番、オーシンハーフはムチが飛んで11番の天下城最高峰8 0 0切りました1分1秒0での通過、弥生物ダート 1800m 戦です1番ガウラスパーク1馬身のリードがありましたが、外並んでいった6番のポルポラジールが並んでいって6 0 0した3 4コーナーの中間。 後ろが3馬身差になりました3番、アセデラシオン手が動いて外から進出した9番のストレングス上がって3番手の外内五5番のエリカ・ベネチアも動かしながら4コーナーのカーブこのグループ8番のアリエス・キング4コーナーから直線前の2頭が後ろを4馬身離している6番、ポルポラジール内一1番、ガウラスパーク2頭の競り合いから6番のポルポラジール前に出た3番手グループから追ってきたのは11番の天下城が外から連れて8番のアリエス・キング前の6番のポルポラジールに迫っているポルポラジールの外今度は一番の 天下城が並んで捉えて先頭残り 50m、11番の天下城先頭、6番ポルポラジール2番手、8番アリエスキールが3番手、天下城ゴールイン、11番の天下城を差し切りました。